ぼーっとと、していると心の中の本当の大切なことっていうところに目を向けられるそんな気が僕はしています。 はい、ペンキガーの証言です今日は何もしないということが生活の中で大切なんだよということを話していきたいと思います皆さんね何もしないという時間は苦痛ですかそれとも好きですか僕はアフリカの タンザニアの文字村に画家になるために行ったんですけどもそれまではあのサラリーマンで働いていたので何もしないという時間がものすごく苦痛でっていうのはなんか何もしないっていうことは自分が成長していないんじゃないかって思ってしまっていたことがあってちっちゃい頃から時間をうまく活用して。 効率よく生きていかなあかんよっていうことを僕は刷り込まれていた気がします皆さんはどうですかぼーっとしてんのなんかしいやとか何してんのもっとちゃっちゃと動きとかそんなゆっくりする暇があるんやったら次のこと考えとかって言われたことないですか僕は結構それが小さい頃からあったなということを思いました心の余裕っていうのがやっぱり今の世の中日本には大切なんじゃないかなというふうに思ってまして としているとなんか自分の中での心の中の本当の大切なことっていうところに目を向けられるそんな気が僕はしています。僕が絵に 出会えたきっかけけなんですけど化粧品会社で働いていた時むちゃくちゃ楽しくて全然不満とかもなかったんですけど結構その成績とか売り上げとか順位とかっていうのを気にしていたり営業マンなんで休みの日とかでも店長とか取引先の方とかから連絡がかかってくることが 多かったなっていう風に思ってまして、なんか楽しいんですけどね、連絡してくれても嬉しいんですけど、真の休息の時間っていうのがなかったような気がしています。 で常になんか頭がが回転していてっていいっっうことがあったんです化粧品会社のこととか新しい施策とかこういう風にしたらいいんじゃないのっていうのは浮かぶんですけどそれ以外のことが全く頭に入ってきていないっていうことがありました僕は6年2ヶ月会社で働いてたんですけど7年目に入る時にちょっ 自分を見つめ直してみようということで休みの時とか携帯電話をオフにししししたたりてて結構過ごしてましたそれがね続いてくると頭の中にもちろん平日はね携帯つけてたんですけど電源を週末とか消してると化粧品とか以外のことがねなんかこれ行ってみたいなとかここちょっと立ち寄ろうかなっていう余裕がね 心にできててくっていうのを感じましたでそれでいつもだったらねその当時名古屋に住んでいて京都の実家に帰る時いつもならねそのまますっとどこも経由せずに帰ったりするんですけどなんか今日は京都の市内をぶらーっと歩いてみたいなっていうふうになぜかその時思ったんですよね。ぶらっっと歩いていててて誘われるようにして入ったのが 僕が描いているペンキアートのティンガティンガが飾られてあった雑貨屋さんなんですその時にもちろんね電源も切ってる状態でぶらーっと歩いてたんですけどあれは日曜日だったんでねその時にペンキアートと出会えたんですよねこれは偶然じゃないと思っていて自分の心の中に余裕を持てていたからいとりがあったから余白があったからペンキアートに出会えたんじゃないかなって自分の人生を変えるアートに出会えたんじゃないかなっていうふうに思って 何もしないということが苦痛に感じてたり罪悪感を感じてしまう日本の方はすごく多いと思うんですけれども全くそんなことを感じる必要ないですし何もしないっていう時間を作ることでもっともっと自分の内側に 迫っていけたりっていうことが僕はあると思っていますで。僕もね、それがきっかけで何もしない、携帯の電源も切るっていうことを週末土日祝日やってたので、アートに出会えたんじゃないかなっていうふうに思ってます。 自分を一度、やっぱ仕事されてる方は、あの仕事のことがうわーっと頭をよぎってたり、日曜日でもうわー明日仕事かってそわそわしてきたりするかもしれないんですけど、あの件どうなってるやろうっていうことで、なんか考えながら物事をしてたり、休みの日もおろっとしながら、そのことについて考えてたりっていう人も多いかもしれないんですけども、あえてもう何も考えない、もう考える悩めたっていうことも必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。 これはアフリカの文字村の村長が言ってたんですけども、将棋あの、諦めれる時間が来ることの幸せってわかるって聞かれました、ある日ね。この村では諦めれる時間が来ることの幸せっていうのがあるやろって言ってきたんです。えどういうことって聞いたら、つまり日没が来たら薄明かりがついていても、ほぼほぼ真っ暗になるから、何も。 ほととんんど見えなくなななくるから、てての作業を諦めないいいけないって言うんですよね。でも証言は「諦め」っていう言葉を聞くとマイナスにとらへんでもこの村ではプラスなんやなぜかというと「諦めれる」っていうことは今から真の休息の時間が来るっていうことやからねっていうんですよねで日本では今24時間電気がついてるんやろそうしたら深夜でもあと30分何か作業したら いいものが生まれるのかなって思ってしまわない今の日本人はいつ諦めれる時間真の休息の時間を作ってるのっていう風うに聞かれました一生懸命頑張るそれは素敵なことやねって 負けたくないそれも大切な感情やよねでもこの世には諦めれる時間が来ることの幸せっていうのもあるんやでっていうふうに言われたんですねこれは何もしないっていうことは僕は一種の諦めてみるっていうことなんじゃないかなっていうふうに思っていますどうしても日本ではあ、諦めたっていうふうに言ったらあ 負けたとか逃げたとかダメなやつとかっていうことを言ってくる人が多いと思うんですけど僕は諦めてみるっていうことは心に余裕を作る上ですごく大切なことなんじゃないかなっていうふうに思っています諦めることつまりそれは何もしないことっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います何もしない諦めてみるっていうことからそういう時間を自分の中に作ってみることで自分の中での 心の中での本当の喜びって何だったんだろう幸せって何だったんだろう小さい時、自分が何が嬉しくて、何にワクワクしていて、何に感動していたのかっていうことを、もう一度見てみるきっかけになるのかなっていうふうに僕は思っています。新しい自分に出会いたい人、新しい自分のワクワクを見つけたい人、本当に心から自分が喜ぶ生活を送りたいっていう人は、一度諦めてみてはいかがでしょうか 何もしないっていう時間を作ってみてはどうでしょうか。なかなかね、これを言ってくれる人は、 周りにいないかもしれないんですけれども、ぜひそれをやってみてください。それをすることで、本当に自分がワクワクした明るい人生を過ごしていけるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますし、自分がそうでしたし、それをすることでペンキアートに出会いましたし、自分の人生を変えてくれましたし、これで生きていきたいっていう人生を今歩めています。なので皆さんもぜひ諦めてみる。 何もしないっていうことをこれからの明るく輝く自分の人生の未来のためにやってみてもらいたいなっていうふうに思っています。今日は何もしないっていうことはすごく自分の人生の中で大切なんだよっていうことを話してみました。皆さんご視聴ありがとうございました。